お疲れ様です、ヒゲヨシです。ヒゲさんの人生の中で結構ピンチになったことが、はい、俺がね、株で大失敗した話もあるんだけど、はい、まあその話は置いといて、一回ね、死にかけた話っていうのがありますと。じゃあ何回かありますあのダイビング、まあ、やってますよって話、何度かしたことがあるんですけども、まあ某所がいいダイビングスポットでした。いわゆる静かな、湾内だと静かなんでちっちゃな魚も見れるし、外洋に出れば今度はそこには大きな魚も見れるしっていう、そういう、ダイビングだったんですね。こう往復するような船自体がもう湾内に存在しているので、もうあとずっと泳ぎ続けるっていう、そういうコースなんだけれども、途中でね、酸素ボンベがゼロになるという、まずいぞと、ずっと泳ぎっぱなしになるんですよ。折り返し地点で確認をした瞬間に、行きに使った量と帰るための量っていうのが同じぐらい必要なわけですよね。このタイミングでほぼゼロになっていたっていう、片道切符状態になったっていうことがありましたと。まあ、一応ね、あのダイビングやったことない人のために説明をすると、定期的にボンベのメーターってチェックするんですよ。最初の方はね、全然普通に刻んでたんですね。90だとか80だ、酸素ボンベのメーターがあったとして、こうメーター見てってこうアイコンタクトしてくれて、で全然まだ80ですよと。でそのメーターがほぼないよっていう状態に行き着くまでの時間がね、そんななかったとは思ってるんですけど、すごい勢いでその間に僕がこう酸素をね、めちゃくちゃ使ったのかもしれないんですけど、でいきなりほぼやばいぞっていう話になってしまって、外洋にこう船を出すわけにはいかず、まあ余力のある人たちっていうのは結構いましたと。僕はその人となるべく近くに寄り添って、多少ちょっと引っ張ってもらう、要は俺が泳いでしまうとその分酸素を使ってしまうのでっていうので、まずはそこで酸素量を減らしましょう。スキューバのタンクにはですね、予備の、名前忘れた、予備の酸素があるんですよ。それを貸してもらって、まあ実際あのライセンスを取るときに必ずやることとして、酸素がなくなったときにどうするかっていうのもあるので、あ、メーターねやべえっていう話にはなるんだけど、今みたいにちょっと半笑いぐらいの状態で済んで、ただ俺がすげえ酸素を使っているっていう可能性はあるんですよ。ダイビングってうまさってなんかあんのってある思うかもしれないですけど、明確にあって、いかに体力をロスしないで、つまり酸素を使わないで泳げるかっていうところがあるんですね。海中で同じ場所にずっと静かにいられるっていうのがすごい大事なんですよ。あんまり沈んじゃったら今度また他の人との連携を取りづらいし、かといって当然ね、バーってこう上がっちゃったら危ないっていうのもあるし、常に同じこう深度で進めるっていうのが大事なんですけど、そこがあんまり上手くない人、まあ俺みたいな人っていうのは、ちょっと下がると漕いで行ったりとか、まあもしくはこう上がってきた場合には少しこう酸素を抜いたりとかしながらこうバランスを取るんですね。ビタッとできる人っていうのはそこら辺が全部心得てるから、酸素の量も一定のまま一定の振動を進めると。俺は この動きすらも酸素を使ってしまうんですけど、要は人のタンクを使ってるので酸素をなかなかこう使わない方でやんなきゃいけないにもかかわらず酸素を使ってしまう。場合によっては他の人のタンクも吸い切ってしまう可能性がある。うわーやべーみたいな感じになりました。その上がった後にガイドのダイバーさんが本気でガチ謝りをしてきたんですね。みんなの命を守って安全にツアーをやるのがガイドの務めであるということを踏まえた上でのガチ誤りだったんですけども、僕はそのガチ誤りを受けて初めて、あ、これは本当は危なかったのかなっていうふうにちょっと深刻になったっていう。仲間がいたからまだ笑ってられたけど、単独っていうのかな、プライベートダイビングとかだったりすると、もしかしたらこの場所にいなかったかもしれないなと思います。変な話ですけど、もう全てが終わってから自分の危うさに気づいたという、そんなお話でございました。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではヒゲヨシでした。バイバイ。